ですが。私たちは四番大社にいたままでよかったんでしょうか。精霊帝中を走り回っていればもっと怪我に。リサネ、感情に任せて口走ってはいけません。不安に駆られてここを開けることはたやすいですが、それをしてはならぬと説明せねばいけないほど普段のあなたは浅はかではないはずです。はい、申し訳ありません。泣かなくとも良いのです、イサネ。四番大社を I mean, all they can do is heal, like... それが総隊長が私たちに下された最後の命令だったのですから。話せバカ野郎。一角隊長がやられるわけがねえじゃん。I'm sorry, but he did.もうこっちへ来てください。おお、花太郎。いや、俺はいいよ。とりあえず応急処置はしてもらったし。ダメですよ。いちご、ソウルソサイティを守りに来てくれたのだな。ありがとう。当たり前だろ。まあ今回俺何もできなかったけどな。アホか。お前が敵の親玉を追っ払ったんやんけ。お前が。Nah, technically he was out of time or something.総隊長の遺体は発見されなかったそうだ。敵の手で処理させられていた。朽木白夜、六番隊隊長、及び座木健八、十一番隊隊長、共に一命を取り留められました。しかし、再び隊長としての責務を果たすことは難しく、おそらくはこの先、目を覚ますこと。For those who have skipped the thing that I was saying, spoiler before.A spoiler that I know that Byakuya will still live. So yeah. I mean, he already... I mean, technically the guy already like spoiled a little bit when he said Byakuya and Zaraki, right? Are both survive, you know? So, I mean... like, if he said like...Byakuya, then he hold a little bit, didn't say anything. That he would give, you know, keep us intense, like, oh, did he survive or did he die? Then he said, survive, oh, thank God, you know, survive, you know. But however, he said Byakuya and Zaraki, like, come on, you really expect Zaraki to die? Come on!自分の残白と折ってから直したりしてたろ。バカかね。私のは直してるんじゃない、改造してるんだよ。残白刀を直せるのはただ所有者自身の精神、霊圧、そしてそれを残白刀に注ぎ込むための時間、それだけだ。わかった。つまり持って帰って自分で直すしかねえってことだな。話は最後まで聞きたまえよ。今のは視界の話。残白刀の破壊は視界と挽回でまるで意味が異なる。破壊された挽回は二度と元には戻らないのだよ。What? なんだよ。それじゃどうすれば。Oh, con. しばらく見なかったけど、ソウルソサイティにいたのか。I mean, why? I see him every day in the game. ゼロ番隊様のお出ましだよ。 Wait, what? The squad zero, squad zero is coming, yo! Meeting them this early? Like, I got some of them in the game. But not all of them.ゼロ番隊の全構成員は5人。な、5人だけ？大使はいない。全員が隊長。そしてその5人の総力は。Oh, I have this guy. 13隊全軍以上だ。Wait, what?
is greater than that of the entire 13. Holy shit, really? That tough? I got her. They said 5, right? So she's the only one that I don't have in the game. This one I get. What the fuck is this piece of shit? What? What is that sound? What? Is that the sound of her cheeks? Damn, hold on. Whoa. Why Kimi... Oh, he lost an ear. Why Kimimaru's... this pale? おめえらの仕事は精霊帝の守護。御帝の名前を背負った連中が守れねえから助けてくださいじゃ。御帝の虹の名が泣くぜ。おっす。あとにせえと言うたろうが。あとは黒崎一護。She has mechanical arm, which is weird.She can also use shield or something like that in the game. This guy fight with water, I think. Yeah, with water. And that guy with a beard, he used have a large brush with ink, like... Huh? Kisuke?リアクション薄くないっすか。なんで。どうなってんだ。俺の頭が。黒崎さんだ。インストプロジェクトルネム。井上。Wait a minute. Who rescued them? Is it one of the Zero Squad? ああ、何やってんだお前ら。この声、もしかして。A voice. だ。彼のことはご心配なく。What? いい契約が結べたんで。それじゃあまた。影のおっさん。おお。バルディ。その霊王宮ってとこに行けば、俺の天差残月を直せるのか。そいつは無理だ。直すことはできん。だが霊王宮に行けば、元の刀に近いものへと打ち直すことはできる。Reforge something of him.わかった。ん？連れて行ってくれ。霊王宮へ。よし。なあ。仕上げるぞ。いけー。止めるとねえのかよ。に戻れ。きっちり修行。Like this character, there's a lot of version of her in the game with different.Oh! Wait! Tsukishima? Wait, they're alive? Even after the Fullbring arc? Cool, this is the palace. That's what I'm saying.ただの死神がここに立ち入れることなんぞまずないぞ。
まあ恩師をただの死神と言っていいもんかわからんが。ここがアイゼンがアーマでして立ち入ろうとした場所。And all he had to do was just take the elevator. Wait, what did he say? 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 Wait, what did故に霊王宮に入る方法は二つ。わしらの意志で中へ通すか、わしらと共に中へ通るか。アイゼン宗介は王権を作ろうとした。つまり、奴は己の霊術でわしら自身を作り出そうとしたのだ。命を作り、王を討ち、まさに神にとって変わろうと目論む。エルカ行くぞ、撃っとるぞ、動くなよ、動くと死ぬからな。せーの、again? ちょっと待ってくれ。なんだよ。俺これからどこ行くんだよ。霊王に会いに行くのか。ああ、何眠てえこと言ってんだ。てめえなんかが霊王様に会えるわけねえだろうが。ちゃんと説明してやんな。この俺様のキリン殿に来てもらう。てめえら全員な。なんだよこれ。何って当時に決まってんだろう。何沈めてんだよ。信じられない。おい、血が出てるぞ。ギャーギャー、うるせえな。湯につけ込んで痛み切った冷圧を血と一緒に絞り出してんだ。痛み切った冷圧を。向こうにある赤い温泉が見えるか。お血の池地獄って書いてあるぞ。その血の池地獄に。こってる絞り切ってすっかすかな逆やおぉぶっかむ。おい、死にかけてんだぞ。やらせろ、死んだ。この地獄で血を抜き、血の池地獄で補給する。こいつを何度も繰り返して、最終的には体中の腐れた血と冷圧を一滴残らずうちの湯と入れ替える。そいつが俺の治し方だ。そんなやり方で本当に治るのか。That's a weird way. てめえぐらいの傷なら一晩もありゃ元の倍ほども元気にしてやる。All right, next episode.